こんにちは、バラの舞です。モコちゃんとまったりタイムを過ごしてます。モコちゃん、モコちゃんかわいいね。相変わらずこの子はもう手で押さえてなくてもどこも行きませんね。モコちゃんの爪を切ったり気を溶かしたりしようと思います。モコちゃん、気を溶かしますよ。ふわふわだけど夏だからかすごい毛が生え変わってちょっと短くなったかな、ね、毛はこれで溶かしてます。これ多分100金で買ったんじゃないかなと思います。昔、今100円ショップには便利なグッズがたくさんありますね。ねえ、もこちゃん、気持ちいいですか？ねえ、毎日溶かさないとね、絡まっちゃうからね。お？向き変えてくれたの？さあ、どんぐらい取れたかな？じゃん。ふわふわの毛がこんなに取れました。綺麗になったね、もこちゃん。ねえ。ちゃん、毛溶かしてきれいきれいになりましたね。よかったね、気持ちいいね。下もこちゃん向こう向こうか、カメラの方映ろっかね。よいしょ、もこちゃんじゃあこっち向こうか。はい、おお、ドアップだ。もこちゃんのこのお口もかわいいです。もこちゃん女の子なので首の周りにモフモフができます。全然できない子もいるみたいなんですけど、もこちゃん割とある方かもしれないですね。にちょっと緊張気味かな。ふんがふんが言ってるね。じゃあもこちゃん次爪切ろっか。爪どっち向きにして切る？お姉ちゃんのところに座ろっか。したね、よいしょ、こうして切ろっか。爪切ります。お手手は5本あります。爪よいしょ、うさぎ用の爪切りで切ります。結構伸びてるわ。嫌ですか？足の指は4本です。半透明な爪なので血管が見えるところまで切ります。よいしょ、もこちゃんいい子だね。いい子いい子。はい、もう片足終わっちゃったよ。結構長いです。でも切れる部分はそんなにないかな。お利口さんだね。ね、えらいえらい。もうすぐ終わるからね。はい、切っていいよ。
というわけで、もこちゃん爪も無事切り終わりました。これでもうね、しばらく切らなくていいかな。ね、いい子にしてました。こんな感じで日々のケアはしていますね。じゃあもこちゃん、みんなにご挨拶しましょう。見てくださってありがとうございました。またねー。